はい、おはようございます。今日はですね、例のやつについてちょっとお話ししようかと思いますけども、その前にですね、私事で大変恐縮でございますといえば、放送は全て私事かもしれませんけども、おかげさまでね、我が家でも出産を迎えることになりまして、今日からね、その体制に入ります。明日が誕生日の予定ですね。で、多くの方からこんな名前じゃないか、あんな名前じゃないかと、中には動画まで作ってね、私の息子の名前予想をしていただきました。はい、こちらの方の発表も間もなくさせていただきますので、今しばらくお待ちください。そしてですね、検証企画ですね、プレゼント企画、こちらの方も今回ねやらせていただきまして、非常に好評いただきました。そして名残惜しい声も届いておりますので、これはねまたやりますんでね、お楽しみにお待ちください。いろんなものをね皆さんに恩返ししたいと思います。中にはね高額商品とかも用意していく見込みですんで、そんなに高額といってもね、何十万というのもなかなかできないですけども、皆さんが自分で買うのはちょっと気が引けるけど、もらうんだったら嬉しいなみたいな、こそくすぐったいやつはね、いろいろと探してお送りしようかと思います。以上です。ではですね、例のやつについてお話しします。例のやつにつきましては、10月24日に、会社からの公式アナウンスがありまして、その後私もね動画でまとめたものを何回かに分けてお送りしました。内容はずっと一緒でございます。そして11月1日にまたね、追い打ちでまた新しい、情報が開示されました。こちらの方も即日私がね、ご案内申し上げました。ですけどね、今でもね、よくわかんないよって方がいらっしゃいますんで、ここで改めて申し上げます。9月の返礼金を請求した部分に関しましては、当初は10月29日に皆さんのところに入金というね、そういうふうな予定でしたけども、10月24日の発表により10月25日から順番に11月12日までに全員に振り込みを完了するということで連絡がありました。こちらの方はもう何回も何回もお伝えしましたので、まあご存じない方はその少数だと思いますけどもね、中にはアップラインの方もご存じないって方もいらっしゃるんですよね。ダウンラインを抱えていらっしゃる方でも、あの問い合わせが来たらよくわかんないみたいなこととかね、よくわかんないならいいんですけども、適当な答えをしてしまってね、誤解を与えている部分も多いと思います。ぜひねご自身で情報を取りに行くっていうことを一つ考えてみてください。そして自分のね、ご自分のアップラインが本当に頼りになるのかってことも聞いてください。正確な情報を掴んで、正確な情報発信をして、正確な判断力があるのかってことを一人一人がね、自分のアップラインに対して評価をする、これもねネットワークビジネスでは非常に重要なことです。本当にね、無責任なアップラインにつくと資産は増えるどころか減りますからね。中にはですね、例えば例のやつについて問い合わせをしたら、別の商品も紹介されたみたいなこともありますからね。例のやつをやって活動している以上、そのアップラインが別の商品を紹介してくるのは、これはね疑問を持った方がいいですよ。そういう人はね、自分の利益のことしか考えてないんですよ。でこれは本当にそうですからね。だからアップラインの方に例のやつについて問い合わせしたら、それの答え、それの情報しか伝えてこない。で中にはちょっと叱咤激励もあるよみたいなのが、ちょっとねちょうどいいぐらいなんですけども、まあ例のやつも例のやつでいいんだけども、こっちもどうぞっていうのはちょっと用心した方がいいと私は思います。私はねそういうふうに活動してきて資産を築いてますので、おそらくねそんなに間違いなことは言ってないと思います。それでですね、11月の12日までに入金がない方に関しましては、11月の13日以降から私が改めて放送でね、まだ入金のない方についてはまとめていつものようにね、私の方からもプッシュしますので任せてくださいってことを申し上げておきたいと思います。ただね、11月12日まではぜひね取り乱さずに待っといていただきたいんですよ。これは会社の方に問い合わせても、いやアナウンスで11月12日までに順次対応するというふうにしましたよっていうふうに言われるだけですからね。それですから、私たちは調べれば分かることとか、当然私たちが知っているべきことに対して質問するケースが結構多いんですよね。これは例のやつに関しましても同じでございます。どうしてもねアップラインが頼りにならない、アップラインが信用にならないということでしたら、もう私の方にご連絡いただければ、多分私が一番もう詳しいです。もう詳しいけども、いやあなたが一番当てにならないよっていうことでしたら、まあ別の方を探していただくということになります。私はね即日動画で返信をしたりとかね、その他の方法を持って皆様に1円も損させないようなね、そんな気持ちでやらせていただいております。もう以前みたいにね、先月までみたいにもう損したら私が弁償しますみたいなことも言いませんけどもね、もうそこまではちょっとやりすぎなんで過保護に過ぎるんで、そんなことをするからね、身の丈に応じない金額を入れる人が出るんだっていうところも十分私もね認識しております。ここで最後動画のまとめになりますけども、投資にしてもビジネスにしても何かね、まあ、プレゼントにしても
どんなことでもお金を動かす時っていうのは最大でご自身の抱えている全資産の 1% から最大で 2% ですよ。いいですか。資産が1000万ある人、1000万の現金を持っている人がいけるのが10万までですからね。そういうふうにリスクヘッジしていかないと本当にねやってられないと思いますよ。貯金もない人が100万いくとかね、こういうのはねもうギャンブルですからね、ご用心ください。で、まあ、例外的に何か商品を買うっていう時に全資産の 1% とか 2% っていうと買うものがなくなっちゃいますんで、この場合は違います。例えば家とか車っていうのは家自体がお金と交換した資産ですし、車自体がお金と交換した資産になるんですよ。ですんで、まあ、家のことはともかくね、車に関しましては資産になる車を買った方がいいです。例えば数年後に売っても現金として買い取ってもらえるような高級ベンツとかは、実際はこのお金の価値ってのは落ちないわけですよ。まあ落ちにくいんですよ。例えば私はベルファイアとトランザムの83年式ナイト2000仕様を持ってますけども、どっちが価格が価値が落ちにくいかというと、ベルファイアの方はすぐ落ちるんですよ。でもこっちのナイト2000の方は落ちないんですよ。そう考えると、実はこっちのトランザム83年式ナイト2000仕様っていうのがね、購入価格は高いんですけども、でも販売価格っていうのはそこそこ見込めるんで資産価値があるんですよ。でもベルファイアに関しましては購入価格は確かに150万ほどでしたけどもね、これ売る時っていうのはじゃあ100万円前後になるかって言ったらこれならないですからね。よくて20万とかですよね。そう考えると、どっちが本当に現金を交換するべき価値があるものかってことが考えられると思います。量産型の車だったらもっとですよ。本当にね、その辺の資産価値を見極めながら、これは現金、高額な現金を出してもいいな、全資産の 50% で買ってもいいなって思えるものと、いや全資産の 1% がせいぜいだよねってものと見分けていかないといけないと。これが資金計画なんですよね。こういうふうに、資金管理ですね。こういうことになってきております。それでは今回は以上です。